こんにちは、チョメです。では今日は釣りをやっていきます。お、かわいいね、この帽子。中級者向け。スタート。録画できてるよね。大丈夫だね。ほんと魚になっちゃったな。なかなか似合ってるじゃない。素敵です。そしてこれがライセンスよ。もうほんと囲まれてるな。天使に。うん。ライフ届も神様便で。これでキッドマスターが、あのステラ様、あら早速来てくれたみたいね。うん、ちょっとしか読まないのはもう、何回も読んでるからね。さあ、誰が来る？果たして魚に耳があるのかどうか。ないんじゃない？エラはあるけど。おい、聞いとるか？アイザックよ。アイザックってかっこいいな。おいら耳があるけど、聞いてなかった。アイザックかっこええな。そんなことより新人さんはどこ？これね、男の子が今出てきたでしょ？だから途中で多分女の子が出てくるよ。釣りマスターとお弟子さんね。耳、魚に耳があるのか気になっても、確かに気になってきたね。よーし、マスターが来た。なんか、老人ばっかだな、釣りは。じゃあ話しかけましょうか。今までのパターンだったら、弟子だったら女の子が現れて、女の人だったら男が現れるっていうパターンだね。釣りの魅力に取り憑かれたものよ。お主は釣りに釣られかけたのじゃ。誰が呼んだか、自分で名乗ったか、わしは釣り仙人じゃ。亀仙人パクってない。大丈夫。お主のその顔、話が長くなる予感がしておるな。外れじゃ。簡単に申すぞ。釣りを学んでみたくはないか。その気があるなら、わしが教えよう。心構えはいいか？よし、弟子が釣れた。釣られちゃった。いやいや、今のは冗談。さて、お主は釣り竿を持っているか？なんかもらえたね。ならよし、釣り竿はしっかり握る。つまり、きちんと装備すること。そして何よりこの言葉。論より証拠。部屋より水辺。とにかくまずは一匹することじゃ。これ釣りってどうやってやるんだろう？気になる、すっごく。木漏れ日がなんか強いところだったってことは知ってるけど。それでは釣り場に行こう。スター像からクエストを受注するのだ。なんか木漏れ日で釣ってる人多かったからさ、次。今、これ、このなんかマルチプレイで。開始します。釣り人、見習いの物語、目指せ釣り名人。スタート。まあ、あそこの主を釣るのがレベル上げにいいのかな。よし、じゃあ。チュートリアルを。これは大事だよ、チュートリアルは。分かってない人は。じゃあ、釣り人の。ああ、かわいい、なんか。を消費します。これすぐスタミナ回復するんだよね、実況が長いから。5って3で消費、15分もあれば回復するからね、5なんて。あ、今5時50分か。早速釣りをしてみるんじゃ。よーし、じゃあやりましょうか。まずは、魚の影を探しましょう。魚影を見つけたら近づいて仕掛けを投げましょう。これちょっと読み方があると思う。魚影かもしれん。仕掛けを投げた後は、浮きが沈むまでじっくり待機。浮きが沈んだら画面をタップ。魚とのバトルに始まります。自分の方向にスライドすると、魚を引き寄せます。糸ゲージが赤くなったら休みましょう。ということ、ちょっとやってみればいいか。魚がいろいろな方向に逃げると、赤い矢印マークが出ます。すかさずその方向にスライドして、なるほど。魚が水面で暴れ始めたら、ね、難しくねえかこれ。画面の指示通り素早く操作するとグッとつなぎ、ゲージが回復します。ちょっとやってみるか。慣れれば大丈夫なのかな。じゃあこれで投げて、自動になってるよ。自動やめとこう。でこうやってタップすればいいか。あ、できた。あ、でこうやって引くんだ。あ、でこっち左引いて、右引いて、上引いて。あ、こんな感じでいいんか。一応できたんだけど。15センチ。ちっちゃ。すっごいちっちゃくね、15センチって。なかなかいい筋をしているな。よし、次はチャージ技について教える。15センチの魚にこんなに苦労したのか。構えた状態で画面を長押しすると、パワーため状態になります。パワーが溜まりきったところで指を離すと、SP 消費。ちょっとなんか釣りめんどくさいなぁ。めんどくさいというか結構大変だったわ。ハードゲームかもしれない。じゃあまず、魚の影をね。あ、かかったらタップするんだ。あれ？ちょっと待って。ちょっと下手すぎて進まないんだけど。
こうやって出たら、で、あの、ビックリマークが出たらだね。あ、で、これで、あ、ちょっと待って。どうした？やり方を忘れてしまったか。もう一度教えてやる。わかってるって。だから、溜めてるんだって。こうやって溜めて、これでいいのかな？こっちもずらさんやけんし。いや、あ、そっか、もうこれは関係ないんだ、この。ためのやつをやってるから。こう、ぐだってる。とりあえず、これで。あ、そっか、そっか。まあ、慣れるまでこんな感じです。初見プレイだから許して。上出来だ。もうほんと初心者丸出しでしょ？クエスト目標を達成してあった。もうちょっとやった方がいいかもしれないな。難しいな、ほんと。オッケー。オッケー。あ、魚影だね。さっきの。ちょっと今ね、カチカチカチって聞こえたと思うけど、検索してたわ。魚影ね。魚の影って書いて魚影って読みます。みんな知ってるか。魚影とは。やめとこう。いや、すっごいグダってる。一番グダってるな、今日の実況。勘弁してよ。まずはメニュー下の報告ボタン押すのじゃ。いや、次やらんかもしれんわ。だって料理に使うだけでしょ、多分。その料理が大切なんかもしれんわ。ちょっと貢ぎ物をさせるスタイルでいくか。他の人に。チョメさんはキュアエイドとかさ、そういう、なんて言うんだろう。錬金術で作れるやつを出すから、料理は頼んだみんなって感じで、役割分担でやろうかな。よし、それではライセンスのランクアップについて説明しよう。粉とかあるからね、錬金。全体回復とか。チョメさんがそっちでフォローして、料理は他の人にやってもらうっていうのもいいかもしれん。次やって料理でしょ？多分これ向いてないと思うんだよな、自分。昇格試験は簡単ではない。アイザックを同行させる。いいな、その釣竿を。俺も新しい釣竿を欲しいな、けど今のも結構気に入ってるんだ。もっともっと使い込まないと。いや、あんま良くないよ、デフォルトの釣竿だから。チョメって言ったっけ？神様の使いなんだってな。おっと、自己紹介を忘れてた。オイラ、アイザック。釣りの申し子。釣り仙人は、オイラのじっちゃんさ。そういえば、じっちゃん、話が長くて参っただろ？いや、全然長くないよ。他の人に比べたら。え、そうでもなかったって？ふーん。さてと、今日は天気もいいし、善は急げた。釣りに行こう。昇格試験をスターの試練リストに追加したぞ。やってみるんじゃ。よし、やろう。あ、やりたくないけどやろう。難しいな。釣れるかな？できちゃうかな？ちょっとレベル上げた方がいいんかな？じゃあ行きましょう。消費。まあ、アイザックがおるから大丈夫かな？いざとなったら。二人で釣る。まあいいや。よーし。でも4人で釣れるんじゃない？多分。よーし。クエストスタート。え、これどうなってるの？真ん中に池とかあったら受けるよ。待ってたよ、チョベ。釣り場はあっちにあるよ。早く行こうぜ。これ実況中も友達申請って届くんだね。あの、チョメさん隠さないからな。モザイクとかかけないからね。勝手に実況に映ってもいい人お願いします。よし。いや、でもわかんないか、実況してるかしてないかっていうのは。送った人は。しょうがないね。あ、こうやってタップして。こうやって引いて。あ、こんな感じで。もうこれためやらんで矢印が表示されたらそっちの方でやろう。それが一番合ってるわ、自分に。なんかいた。よう、次、私、アイザック。あ、予想外れた。女の子が出てくると思ったんだけど。なんだ、寝掛かりベッセルか。どうだ、釣り落としてるか。俺は今日も大量だったぜ。おいら、じっちゃんの新しい弟子と、釣りの練習中さ、チョメって言うんだ。チョメか、まあまあの名前だな。俺はベッセル、よろしくな。釣り落とし、アイザックとは、ライバルっていうか、まあ、兄弟みてえなもんだ。これから誰にも教えたくねえ。釣り場に行くところなんだけど、お前らも行くか？いいのか、ベッセル。チョメも一緒だぜ。教えたくないのに、誘ってくるのか。ツンデレだな。あの釣り仙人が弟子にしたやつだ。信用できねえやつのはずがねえ。それはありがたいな。チョメもそろそろ大物が釣りたいって顔して、いやいや、まだ小物でいいです。王国船でいいですよ。そうと決まれば急ごうぜ。誰かに釣られちまう前に、釣り場まで俺が案内するよ。よーし。でもこの兜っていうか帽子はね、可愛いよな。あ、やっぱ女の子が出てきた。
お、井戸からまり、ビオラじゃねえか。まさか大物を先に釣っちまったとか。なんかこのビオラさんがなんか恋っぽいよな。なんか魚っぽいな。あら、ペッセルさんごきげんよう。実は、あら、そちらの方は、なんかそれを意識して作ってるのかもね。初めてお目にかかりますよね。釣り仙人に弟子入りしたばかりのチョメだよ。せっかくだから練習がてら釣り場に案内しようと思ってな。まあそうでしたか。ではチョメさんにも聞いてもらわなければなりませんね。どういうこと？実はこの辺りは、なんだなんだ、いきなりの怪談話か？嘘か誠か知れぬと、ごくり。あのレベルアップフィッシュが住んでいるという噂が、あ、マジで釣りまくろうや。一度は釣らなきゃって思ってたという、そういうわけなんですよ。レベルが上がるんじゃない？なんだよ、楽しい話かよ。ビビって損したぜ。もしよかったらお手伝いしていただけませんか？あ、みんなで逆にお手伝いしてくださいって頼む方なんだけどな。レアップルフィッシュか。あ、レベルアップじゃないわ。レアップルだったわ。そいつはぜひ釣り上げたいもの。あ、あれ？変わっちゃった。読み間違えちゃったかな。ここは一つみんなで勝負だ。チョメよ、新人だろうがハンデはなし。負けるじゃん、絶対。この辺りには次のポイントがいくつかある。まずはどこにいるのか探そうぜ。よーし。回復ポイントもあるね、下。ダンボール。チョメ、こっちだ、こっち。教えてくれた。そっちじゃねえよ。レアップルフィッシュは多分こっち。下行こう、下行こう。ビオラはどっちだと思う？下じゃねえ？チョメ、ちょっと聞いてくれよ。じゃ、下、下、下。下でしょ。はい、ここ。行きます。あ、ダメかもしれん。これ、ちょっとやめる。出てない、出てない。上、上の表示が出てない。こっちかな？そうですね。私はどちらも違うと思うのですが。やっぱりそうだよね。チョメさんはどちらと思います？下だと思うんだけど。こっちかな、じゃあ。なんかネタバレで右上出てないね、矢印が。お。チョメさんどうしたのですか？漁夫。あ、もう忘れちゃった。漢字の読み方。ああ。いけない。私としたことが大きな声を出してしまいました。魚に耳があったので逃げちゃいますね。魚雷か、魚雷。それと、勝負をしている向こうのお二人には耳があるので聞かれたらまずいもんですね。それにしてもよく見つけましたね。あれはレアップルフィッシュです。え、見ただけでわかるのすごいな。チョメさんには天性の素質がありそうですよ。今まで釣った魚より苦戦するかもしれません。この技を使ってみてください。カウンターフィック。浮きが沈んだ瞬間に画面をタップするとカウンターフックが発生し、先に先制ダメージを与えます。なるほど、やってみよっか。ちょっと難しいな。協力して釣り上げましょう。結局釣りなんだ。レアアップルフィッシュ。ターゲット出現。出現してるんか、これ。出現っていうか、ターゲットいるって感じじゃない？よし。あ、協力してる。じゃあタップする準備をしよう。沈んだ瞬間だね。ちょっと待てよ。夢だ。あー、ちょっと遅かった。くっそー。タップしたんだけどな。これもうね、書いてある通りにやるわ。もう難しいから、もうね、タップタップタップ。よーし、これでいいや。で、ここで貯めると。あ、ダメか。 OK。 いや、適当です、ごめんなさい。15センチなんで、でもアップルだね、やっぱりレアップル。やるな、チョメ。本当に初心者なのか。いや、初心者だからこんなグダグダなんだよ。チョメさん、最後はみんなであなたが釣り上げているところを見たったんですよ。ビオラのおかげだよ、ほんと。ビオラはそのレアップルフィッシュ、ちょっと貸してくれないか？釣り仲間に見せびらかしたいんだ。ベッセルさん、私じゃなくて、チョメさんに聞いてみるべきだと思います。いやいやいや、ちょっと待った。そもそもチョメを指導したのはオイラだし、この場所に連れてきてやったのはこの俺だぞ。仲良くしようよ。そうだ、誰がレアップルフィッシュの持ち主か。ここは一つ釣りで勝負しようぜ。二枚おろしにしたらどう？三枚おろしにして。チョメさんが骨もらうわ。だから右と左で分けたらどう？それでいいんじゃないかな。キャー、私ったら。うっかり手を滑らして、レアップルフィッシュを池に逃がしてしまいました。うまい、嘘つくな。え？どこだ？今ならまだ追いかけられる。あっちの方に泳いでいったよな。あっちだな。単純やな。音とか聞こえてないだろう。ふう。魚のことになると熱くなりすぎてしまうのは、釣り人の佐賀とはいえ、ちょっと困りものですね。逃がした音聞こえなかったけどね。私、本当はレアップルフィッシュを逃がしてなんかいないんです。この子は釣り上げたあなたのものです。受け取ってください。何に使えるんだ？やっぱ料理だよね。うふふ。
それじゃあ私はあの二人が戻ってこないうちにおいとましますね。また会いましょう。はあはあ、結局レアップルフィッシュは見つからなかった。でもビオラはわざとレアップルフィッシュを逃がしたんじゃないかな。ああ、オイラもそう思う。喧嘩のネタを逃すことでオイラたちを落ち着かせようと。わかってるじゃん。俺の欠点は次のこととなると熱くなりすぎてみんなに迷惑をかけちまうことだ。ベッセルいいぞ、その自己分析は。オイラだって同じさ。アイザクもええな。チョメには恥ずかしいところを見せちまった。穴が開いたら入りたいよ。穴が。なんでもないです。なんでもない。もしもその穴に水がいっぱい溜まってたら、釣り糸を垂らしたい。そう来なくっちゃ。それでこそ釣り人ってもんだぜ。うんうん、そうだね。まあとにかくこれでチョメとは釣り仲間ってわけか。釣りに行くときは誘ってくれよな。また一緒に今度は仲良く釣りをしようぜ。さてと、俺はこれから新しいポイント探した。みんなまた会おうぜ。でもここって秘密の釣り場所って言ったけど、もろ釣り場だよな。それにしてもチョメ、レアップルフィッシュを釣り上げるとは驚いたよ。じっちゃんに報告したらビギナーズラックじゃよ。盲信するなって言われそうだけど。でも報告しに行こう。じっちゃん待ってるぜ。亀仙人みたいな人か。あ、ダメ。全国の亀仙人のファンの人に怒られちゃうわ。クエストクリア。やったぜ。駆け出し昇格試験を達成しました。オッケー。じゃあ戻りましょう。で、仲間に入るんでしょ？さあ、早く戻るんだ。なんか通信が遅くなったな。顔を見ればわかる。いい釣りができたようじゃな。でもどうせ、じっちゃんビギナーズラックって言うんでしょ？それは釣り勝負をして負けた時に悔し紛れに口にする言葉じゃよ。じっちゃん負けず嫌いだからな、言い訳だよね。釣り人というものは負けず嫌いが服を着て竿を持っているもみたいなもんじゃ。お主たちも同じ相当な負けず嫌いと見た。だからこそ今回の結果じゃな、ビギナーズラックではなさそうじゃ。うむ、成長を認めよう。今日からお主は駆け出しの釣り人だ。めでたいめでたい。ありがとうございます。ライセンスランクアップ。見習いから駆け出し。いやー、釣りは一番最後でええわ。疲れた。楽しいかな。これからはこの技を使うと良いぞ。いや、でも釣りが好きな人もおるかもしれん。でも慣れたら楽しいかもしれんね。なんかアクション要素豊富だから。ハマったらやみつき、何十年でも楽しめるライフじゃ。おっと、いかんいかん。釣り人の自慢話も独りよがりになりがちじゃ。話が長くていいことなし。長くて良いのは釣り竿じゃ。じっちゃんも成長したね。ん？何か言ったか？うん、なんでもない。まあ、無駄話はこれくらいにして、チョメに新たな試練を与えよう。ああ、苦痛だ、ちょっとだけ。いや、でもちょっと釣りもちょっと裏でちょっとずつやってみようかな。一発の釣り人を目指して頑張るんだぞ。ところで話は変わるが、お主たち、魚に耳があるのかどうかについて、わしはここ数日ずっと考えておるが、じっちゃん、話は短く短くじゃな。わかっておるぞ、アイザック。そうじゃなくて、じっちゃん、おいらここに残りたくなった。チョメと一緒に腕を磨きたいと思っちゃったんだ。うむ。釣り人は時に旅人じゃ。その気持ち、わからんでもない。寂しくなるが、わしには釣りがある。じっちゃん、毎日のように顔を見に行くから心配しないで、魚の耳に、の話も聞いてあげる。そんな甘っちょろい修行があるか、お主が一人前になった顔しか、わしは見たくないぞ。じっちゃん。チョメよ、甘っちょろいアイザックのことをどうかよろしく頼む。さてと、わしは釣りにも出かけるとするか、若き釣り人たちよ、さらばじゃ。じっちゃん、ありがとね。おいらたち頑張るから。釣り人、見習いの物語、目指せ、釣り名人。クリア。アイザックが仲間に入りました。では、今回の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。失礼します。